こんにちはイタリアで悲劇、元パルマの選手が弟の追悼試合で亡くなる死因はともに心臓発作ということで、イタリアでありえない悲劇が起きてしまったと、パルマ・カルッチョなどに在籍したミッドフィルダー、ジュゼッペ・ペルーノが29歳という若さで亡くなってしまったんですね、それも彼の弟らの追悼試合での出来事だったということで、 スペインのマルカやイタリアのガゼッタ・デッロ・スポルトが報じてるんですね。悲劇が起こったのはカンパニア州ナポリ県の町ポジュ・マリーノ。その日には若くして亡くなったスポーツ選手たちの追悼試合が行われており、その試合にジュゼッペも参加していたということなんですね。 え追悼の対象には、えー、2018年に、えー、自転車の走行中に心臓発作により亡くなったジュゼッペの弟、ロッコ・ペリーノも含まれていたっていうことなんですよね。えしかしながら試合中、ジュゼッペは急に倒れて、えー、蘇生措置も虚しくなくなってしまったんですね。でその後死因は弟のロッコと、えー、同じ、同じく心臓発作と診断されていますと。 両兄弟が心臓に問題を抱えているかは不明ということでジュゼッペはパルマの下部組織出身でプロレベルはほとんど経験がなく主にアマチュアでプレーしていた選手なんですけどもパルマはジュゼッペの死去を受けてツイッターでパルマ・カルッチョはジュゼッペの死に際してペルー ペルーノ家にお悔やみ申し上げますと記しているということなんですが、これね、そんなことね、あるんですねということで、やっぱり兄弟でね、揃ってっていう考えると、やっぱりその遺伝的にね、何かをその抱えたのかもしれないっていうところにあのなるかもしれないと思うんですけども、いずれにせよ、ねこれタイトルの通りね、悲劇ですしね、これ、あまりにもね、悲劇すぎる出来事かなと。 思いますね。あの松田選手をね思い出すようなあのとってもね残念なねこれニュースですけどもねこれ親はねあのいたたまれないでしょうねこんなあの両二人とも兄弟2人ともねこの若くしてねうんしかもあの追悼試合いでということでうんこれは健康診断とかでもねわからないもんなんですかね何かその帽子 ね、えできること、ね、あればと思うんですけども、まあ、どちらにせよね、これ、本当に残念なニュースなので、あの、本当に残念ですね。ご冥福をお祈りいたします。ということで、えー